どうもこんにちは、キルアです。今回もですね、サイコロ振ってしまいました。今回はですね、1着を全にして2着3着をサイコロで決めていきます。全のサイコロのサイコロです。そして4通りだともうさすがに少ないので2回ずつ振ります。2着3着、それで特大満州に当たります。すでに運命のサイコロは振られております。ふさごろうでした。なんていい響きなんだ、ふさごろうです。まあ1着は誰が来てもいいので当たる匂いしかしておりません。もはや16通りで点数が多いので5レース分に絞っていきます。爆勝ちするためでございます。80倍超えでプラス収支ですので、まあ、300倍くらいのところを一発いっちゃいましょうかね。もうどうぞ、なんかさて、さあ始まっていきます。玉川4日目でございます。5レース分でございます。もう5レース分にキュッと絞っておりますので、第8レーススタートです。まあ本当はね、前半レースが良かったんですけども、まあ時間の都合で叶えませんでした。ということで、まあ第8レースからラストの第12レースまでということで、玉川というのはですね、最後の最後までドリカマンシューが出てくれるのですよ。もう最後の最後まで魅力たっぷり、チョコたっぷり、まるでトッポのような、そんな玉川さん、まったほら来るよ、ほらね、玉川というのはいついかなる時でも満州が出る。来たよ来たよ、待って待って、マジで来たよ、待ってマジで来たよ。436436、どうなる天って感じですかね。もうすでにもはや天って感じ。あー、高くない高くないけど、高くないっちゃ高くない。そんな426436、あ、高いちょっと待って、426は50点3倍かって思ってましたが、436でした。436は 159.8 倍です。苦しい、待って、トジキが前との差を少し詰めました。2番手6号艇菅野のリードはわずか一定身ぐらい。3号艇トジキ、申し訳ございません、いまだ体調が不良でございます。体調不良が治っておりませんが、苦しまった、握っていった、来るよ、やばいよ、これ来たらやばいですよ。 159.8 倍、激アツ、待っておら、第8レースからスタート完璧じゃないですか、マジで。ちょっと第8レースから匂いがしたんですよ。第8レースから匂いが、テキシーの匂いがプンプンしたんですよ。ほら、こうやってね、体調不良になると、人間というのはですね、何かをなくした時に、来てないじゃないのよ、なんなのよ、番手を守りきれるか。3番手が3号艇トジキで、上位は463で戻ってまいりました。まもなくゴールを迎えます。先頭4番中谷ゴーリン、6番菅野ゴーリン、3番トジキゴーリン、その後ろ2番1番5番の順でゴーリン。以上、第1レース予選権を持ち7位の絶大なるチャンスを逃してしまった気分でございます。先頭です。まあ1着に誰が来てもいいというのはやはり楽しいですね。しかもそれが玉川は1着が誰が来てもいい、そんな買い方がとてもマッチしていると思います。そんな第9レース特大満州が出てしまいましたけども、まだまだ出ていただけますでしょうか。第10レース以降が人間に落ち着かないでいただきたい。それが、待って、ほらね、1号手行かないでしょ、1号手が行かないです。そしてふさごろからのふさごろ、2号手からのふさごろ、サブごろ、2号手が来てしまったら、あとは2着は3号手しかない、3号手しかダメです。5号艇の野田の脇を狙っていく4号艇平田さやかが差し込んでいきます。さあ2番手争いですが、2艇に絞られて、アウトコース5号艇野田、インコースから4号艇平田、時計前では若干インコース4号艇平田が覗いている状況です。2周の1枠、2号艇の西村から4号艇の平田が先取り、234235野田彩香の差しハンドルですが、先に回った4号艇平田の方が2番手争い、高くないんです。懸命の追走、どういうわけだか、現在上位2番4番5番23が人気なんです。後続は3号艇なのに来ないです。号艇の岸、6号艇の山下です。2
2周2マーク、先頭は2号艇西村あゆみ、続いて4号艇平田さやか、3番手5号艇の野田彩香です。上位4カド戦、来週レースというのはですね、イン逃げが決まりやすいと思っております。実際にいつも私は第10レース以降イン逃げ買っているじゃないですか。だがしかし一本はどでかいところが出たりするものなのです。今回はそっちの方を狙っているわけでございます。3本中1本2本はイン逃げになるでしょうきっと。だがしかしそのうちどっかで出る、待ってほら2号艇いきますよ、これ1号艇のからない、はい待って、はい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 、苦しいけど来た。あんまり、あ、高い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 、やばいやばいよこれ、やばい。続いて1号艇のサネモリ三浦来たったいや3番手ですが、3号艇の高い重要内側か、6号艇中澤広奈、中澤高専会で3号艇を捕まえるか。さあ3番手が6号艇中澤、3号艇の高いねえ、これやばいですよ、236はやばかった、あ236やばいっす、800倍台だ。2号艇の鈴木由美子から1号艇のサネモリ三浦、3番手6号艇ねえ236 800倍台です。3号艇の高い石は5号艇まで待った、これねまだワンチャンあります。変速126、1着が変わっても的中となります。12113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 1
森美優、3番手6号艇の中澤博奈、上位は216、先頭2番鈴木五輪、1番実森50位、2着の 6.29、 3着ですとボーダー上 6.00、 ここそこ号艇茅場優子6レースサイコロで4角の仕掛け止められず5着でした。サイコロ投げて1番外たまたま出た目を本持ち5戦2勝このようにして買い目にして買っている、そういう風に見えている方多いと思うんですけども、だがしかしそれ錯覚です。サイコロで出た目を買っているんじゃないんです。買おうとしている買い目をサイコロで出しているんです。それこそがこの私デメガイの魔術師なのです。はい来るよ、はい来た、あった、あんまり声出すと苦しいんです。あんまり声出すと苦しい、さあ行ったの、あ終わった、はい終わった、あ終わってない終わってない終わってない、やばい、ちょっと待って、もうやばい、136が高いです。136が 46.0 倍、126のオッズを一瞬見てしまいました。126は 6.9 倍、めちゃくちゃ人気で終わったと思いましたけど、126じゃないです、136じゃないですか、来てるのが135やばい、135マッシュ待ったい、グッハー、後続は6号艇の落合、5号艇の茅場、4号艇の塩崎です。22マーク、トップ1号艇、森谷美穂、続いて3号艇の渡辺真奈美、3番手、2号艇の平山千佳が3勝、上位体系は1番、3番、2番で最終周回へと入っています。好スタートから積極的に仕掛けた3号艇、渡辺真奈美、1号艇、森谷の一戦を脅かしたんですが、なんとか受け止めました。1号艇、森谷美穂先頭、3周1マークを回ります。今日はなかなかのパフォーマンスを見せています。3号艇、渡辺真奈美、2番手2着ですとノルマはクリアという形になりそう。そして3番手が2号艇平山千佳、上位は132、ラストコーナーです。トップ1号艇森谷美穂です。これでシリーズは3連勝となっていきます。あの時のリベンジも果たしたといったところか。続いて3号艇渡辺真奈美、3番手2号艇の平山千佳です。先頭1番森谷五輪、3番渡辺五輪、2番平山2着で 6.43 です。ここそこ号艇今井由里、フライング一本持ち、現在ラストです。第12レース16通りも勝って
坊主を出している場合ではございません。石井博美、5レースは3コース戦6着に終わっております。10万周ございますからね。何気に10万周も10万周も抑えているおりますからね。余ってありますよ。これワンチャンありますよ。何か起こりますよ。3号手上がっちゃうから、4号手外開けてみんな絡んできますよ。これはい、来た。はい、2号手3号手負けないで、そこ来た。どんやースタートは前提正常でした。5号艇4号艇突破らさい。インコース5号艇の今井よりアウトコース4号艇山川美幸ほとんど並んでいます。そして3番手のところ3号艇の藤田、その外に6号艇の石井、まだ分からない。あとは1番2番です。2マークは5号艇の今井、ピタゴロ脇を狙う4号艇山川の差し入れ、435になれば435になればいます。インコース4号艇の山川、アウトコース5号艇今井、時計前でもほぼ並んで2周回目。最初3番手は3号艇の藤田が優勢、そのうち6番1番2番です。2周1マークは4号艇の山川から5号艇の今井の差しはこれは入らず、そして3番手6号艇の追っつけをわずかにかわした3号艇の藤田です。上位体系は4番5番3番、その後ろ1号艇鎌倉4番手に上がって、あとは6号艇2号艇です。2周2マーク、先頭は4号艇の山川美幸、続いて5号艇の今井由里、3番手3号艇の藤田美代です。上位は4番5番3番で最終周回へと入っていきました。ダッシュ勢3艇並んで好スタート。4カドから仕掛けた4号艇山川とまくり出した5号艇の今井より、この両者の突破争いだったんですが、現在は4号艇山川美幸が先頭、5号艇の今井よりが2番手、3番手は3号艇の藤田美代です。3周バック上位ばらけて4番5番3番、その後ろ1号艇鎌倉、人気の中心4番手、6号艇の石井、2号艇の栃木でラストコーナーです。ここ1着 6.71 ならば準優いかれそうな雰囲気、5号艇山川美幸です。上位は453、先頭4、小さく負けて大きく勝ちます。次回倍返しだ。では今回これでやります。ありがとうございました。ありがとうございます。